Searching. A new challenger. ワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるのかな。他のポケモンにはない特徴的な攻撃を生かしていこう。決めるの。それじゃよろしくね。緊張しないで、楽しんでいこう。次はサポートを変えるのも。さあ
頑張っていこう。ガードしている相手には掴み攻撃だよ。ファースト中の犬が最大のチャンス。もうすぐ使える。気持ちしたから待っててね。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。相手の出方を待つのも戦術の一つだよ。あ、よし、ガードクラッシュ。相手の体力が回復したよ。体力が減っているから気をつけて。ここは慎重になった方がいいよ。押し切られちゃった。でも次はそうはいかないよね。共鳴バースト。自分の攻撃でフェイズ変化を起こすと共鳴ゲージが溜まるよ。ガードでは掴み攻撃を防げなくて惜しかったよ。どうだった？今回のバトル満足できた？やったね。バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートセット楽しいバトルになるといいね。ワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるのかな。ラウンド1。この相手なら攻めやすい距離で戦うのが一番かな。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。エネルギーを取ると共鳴ゲージが溜まるよ。共鳴ゲージ追加。今ならバーストできるよ。バーストアタックが相手に当たる前に邪魔されちゃったよ。共鳴ゲージが回復したよ。サポートゲージが溜まったよ。エネルギーがあるって。ファイナルラウンド、次で勝負が決まるよ。バトルを楽しむことが大事だよ。
ワクワクするよね。相手はどんな作戦を垂れてくるのかな。ランクの高い相手だね。いつも以上に頑張っていこう。自分の攻撃でフェーズ変化を起こすと強大ゲージがたまるよ。Let's go!
ないでね。バースト中の相手でも強い攻撃ならひるませることができるよ。お疲れ様。次も頑張ろうね。バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選ぶ。オッケー。よろしくね。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。フィールドフェイズの攻撃は相手を追いかけるものが多いの。エネルギーを取ると相手の共鳴ゲージが回復したよ。地道にガードしていこう。共鳴バーストするにはまだこんなかなりリードされちゃったけど、チャンスが来る。今の攻撃は避けづらいからガードをするのがいいよ。次は気合を入れて挑まないとね。私のマニグラも応援してるよ。取ると透明ゲージが溜まるよ。体力が減っているから気をつけてね。今の攻撃はブロックができないよ。よし、仕切り直したね。ナイスクリック。だいぶ時間が経過したよ。お疲れ様。次も頑張ろうね。君のパートナーってどのポケモンだっけ？サポートセットさ、楽しんでいきましょう。A new challenger.
トルが始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1さあ頑張っていこう。攻める時は大胆に、だけどワンパターンにならないようにね。地道にガードしていこう。弾力が減ってきてるよ。次は気合を入れていく。さあ、当たっていこう。相手の共鳴ゲージが回復したよ。落ち着いて、まだバースはできないよ。ナイスクリティカル。体力もいいですけど、油断はしないでね。エネルギーが減ると共鳴ゲージが溜まるよ。君のパートナーってどのポケ、今回のサポートセットはどんな相手で戦えるかな。緊張しながら楽しんでいこう。ラウンド1ランクの高い相手だね。いつも以上に頑張っていこう。相手の共鳴ゲージが回復したよ。できないんだよ。せっかくバンボさんだし、ガンガンいっちゃおう。よし、サポートを止めるよ。体力を消費したから気をつけてね。体力が減ってきてるよ。
私のアドバイスは役に立った？バトルス、今回のサポートセットを頑張ってアドバイスするよ。ワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるのかな。フィールドフェイスでは津波攻撃でフェイズ変化を起こせるの。ナイスクリック。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。強制ゲージ簡単、今ならバーストできるよ。危ないと思ったらブロック攻撃だよ。サポートのことを忘れてない？困ったら助けてもらおう。体力はリードしているけど油断はしないでね。カードを貼っているといつでも共鳴バーストできるよ。バート中のバーストの時間が低下したよ。バートアタックのことを忘れないようにね。私のアドバイスは役に立った？君のパートナーってどのポケモン？今回のサポートセット頑張ってアドバイスするよ。ワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるのかな。いつも通りやれば大丈夫。地道にガードしましょう。
気に負けちゃうからね。しないで楽しんでいこう。ラウンド1ファイト。通常攻撃は神攻撃に勝てるよ。
で攻めていこう。試合時間は半分を過ぎたよ。もうすぐバーストが終わりそう。バーストアタックを忘れないようにね。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。残り時間が少なくなってきたよ。いいね、この調子でガンガンいっちゃう。落ち着いて、まだバーストはできないよ。時間見てなかった。どうだった？今回のバトル満足できた？君のパートナーってどのポケモンだっけ？サポートセットを着た。どんな相手と戦えるかな？緊張しないで、楽しんでね。バトルが始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1。相手はかなりのパワーファイターだよ。共鳴ゲージが上昇したよ。お、地道にガードしていこう。よし、相手の共鳴ゲージを吸収したよ。通常攻撃で掴み攻撃に勝ったよ。試合時間は半分を過ぎたよ。これ以上ダメージを受けるのはまずいよ。よし、サポートを呼べるよ。相手の共鳴ゲージが共鳴ゲージ満タン。今ならバーストできるよ。よし、やったね。いい感じで勝てたね。次も同じサポートでいく？ラウンド2。バトルで楽しむことが大事だよ。あ、エネルギーが発生して共鳴バーストするにはまだ遠いな。いいね、この調子でいこう。いいね、この調子でガンガンいっちゃおう。
できないわね。次がファイナルラウンド、最後まで楽しんでいこう。バトルで楽しむことが大事だよ。で行く？私はいつも勝つ。いつも通りやれば大丈夫。自分の攻撃でフェイズ変化を起こすと今度はアンデルに動きだから気をつけて。バックステータスを受けちゃったみたい。ダメージが減ってきて押し切られちゃった。共鳴バーストするにはサポートゲージが溜まったよ。チビチビガンディさん、
Challenger. サポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけど。え？サポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。今度の相手はどんな戦い方をするのかな。地道にガードしていこう。共鳴バーストするには相手の共鳴ゲージが反射したよ。サポートゲージが決まったよ。共鳴ゲージ満タン。今なら
ならバーストできるよ。試合時間の半分を過ぎたぞ。エネルギーを取ると共鳴ゲージが止まるよ。バースト中は相手がサポートを呼んだよ。次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド2バトルは楽しむことが大事だよ。攻撃ゲージまだ半分か。私のアドバイスは役に立った？やったね！君のパートナーってどのポケモンサポートセットを決めた？どんな相手で戦えるかな？緊張しないで、楽しんでいこう。バランスがいい相手の時は自分のペースに持っていっちゃおう。
私のアドバイスは役に立った？バトルするポケモンを選んでね。サポートセットを決める。頑張ってアドバイスするよ。サポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。ラウンド1。このバトルリングはダメかな。壁に気をつけてね。残り時エネルギーを取ると共鳴ゲージが溜まる。あと少しだったんだけどね。さっきのラウンドは残念だったね。向こうは次も同じサポか。私のマニブラも応援してるよ。私のアドバイスは役に立った？君のパートナーってどの今回のサポートセットを選んでね。頑張ってアドバイスするよ。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。ラウンド1。いつも通りやれば大丈夫。ニューチャレンジ。
のサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。フィールドフェイスの攻撃は相手を追いかけるものが多いよ。エネルギーを取ると透明ゲージはまだ半分か。サポートゲージが溜まったよ。次は気合を入れて挑む。さあ、頑張っていこう。ローテンゲージ簡単。今ならバーストできるよ。次で勝負が決まるよ。私のマニューラも応援するよ。相手の共鳴ゲージが発生したよ。私のアドバイスは役に立った？君のパートナーってどのポケモンだっけ？今回のサポートセットを選んでね。それじゃあよろしくね。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。ランクの高い相手だね。いつも以上に頑張っていこう。相手の共鳴ゲージが回復したよ。強い攻撃にはステッチ道にガードしていこう。掴むことはできないんだよね。サポートのことを忘れてない？そういう時もあるって。サポートを変更で攻め方を変えてみるのもありだよ。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。
シーが発生しているみたい。あれを取れば共鳴ゲージが増えるよ。カウントがクラッシュされちゃう。ポータのことを忘れてない？ゴマシーを助けてもらおう。私もバトルがしたくなってきちゃったね。君のパートナーってどのポケモンサポートセットを決めるのってさ、楽しんでいきましょう。始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1ファン。強兵バースト中は強力なバーストアタックが使えるよ。ワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるのかな。ラウンド1ファン。バランスがいい相手の時は自分のペースに持っていっちゃう。ガードしている相手には光攻撃だよ。
ブロック攻撃だ。つかみ攻撃に弱いんだよね。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。相手の共鳴ゲージが回復したよ。私のおかげかな。あー面白かった。真剣勝負もいいけど、バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選んだ。どんな相手と戦えるかな。君のパートナーってどのポケモンだっけ。サポートセットを決める。 OK、 よろしくね。私はいつも感覚で。ラウンド1ファイト。あ
相手はスピードが速いけど動きをしっかりと見極めることが大事だよ。相手の照明ゲージが回復したよ。今の攻撃をガードした後は攻撃チャンスだよ。今のがクリティカルだよ。攻撃は自分の攻撃に勝てるよ。上昇したよ。強サポートゲージが上がったよ。これ以上ダメージを受けるのはまずいぞ。エネルギーを取ると強制ゲージがたまるよ。忘れてない？もうサポートを呼べるよ。残り時間が少ないよ。いい感じで勝てたね。次も同じサポートでいく。さあ、頑張っていこう。せっかくバーストしたんだし、ガンガンいっちゃおう。これだけリードしていれば大丈夫。このまま押し切り、自分の攻撃でフェイズ変化を起こすと共鳴ゲージが止まるよ。よしよし、サポートを呼べるよ。試合時間が半分を過ぎたよ。いやいやだな。私のアドバイスは役に立った？